本当に整形ブーツってすごい不思議なんですよ。整形ブーツって全部自分の足通るから整形ブーツなんですよ。で本当にもう本当にもうシンプルなクエスチョンで、整形ブーツ全部自分の足通るのになんだ足の裏は整形しないっていうか、自分の足型取んないのかなと思っちゃう。実際に使ってる子たちがいいっていうインソールはやっぱりそれはね否定できないと思うんですよ。結果的にどうだったんですか？結果的に足にぴったり吸い付いてるんで、単個で動かない。これが全てです。はい、皆さんこんにちは。トリクサバッケアとございます。皆さん元気ですか？はい、今日はね、ライダーのタップジャーに来てもらいました。こんにちは、どうも。じゃあ、こんにちは。はい、ということで今日は整形インソールについてなんですけど、あくまでもこれは自分たちがやってることね。だから別にメーカーさんの作り方が悪いとかいいとかじゃなくて、自分たちが山のプロと一緒に考えたインストールで、これが今のところ自分たちにとってはベストだなと思うのを皆さんに今日は紹介したいと思います、はい、よろしくお願いします。一般的な焼き方とちょっと違うんですけど、まあそれにはいろいろずっとやってきた考え方があって、今回もやってるんです。これタップじゃない、去年作ったんですけど、去年作ってます。これどうでしたか？去年あれなんですよね、このつま先のちょっとグリップ、そうなんですよ、良くするためにちょっとこう凹凸を大きく出したんですよね、はい、だから一般的なちょっと作り方じゃないんですけど、足の裏をなんか安定するようにやったんだけど、どうだったんですか？いや、これね、ちょっとこうでしょ、ほらもうね、ぴったんこで動かない、これです、これが全てです。インソールメーカーの作り方がいいとか悪いとかっていう問題じゃなくて、山のプロとかと話しててどういうインソールがいいかなって考えた時に、やっぱりスノーボードがスタンスで安定するようなインソールを作るって言って、山のプロのみんな考えて、それで作り方を考えていったんだけど、まあそれが今こういう形なんですね。一つね、すごく分かりやすいことで言うと、スノーボードとスキーとアイススケートっていうのが、考え方で言うとインソールでこういう動きをしないんですよ。わかります？運動しててジョギングもこうするじゃないですか、バスケットもこうするじゃないですか、サッカーも必ずこうするじゃないですか。スノーボードってビンディングが入っちゃうとこうなって、これ動かないじゃないですか。アイススケートはブレードとかが動かないじゃないですか。スキーもそうじゃないですか、まあ、その時にここの出っ張りっていうのがすごく使うっていう感じがあって、やっぱあったんですけど、結果1年使ってみてもらってよかったです。そう、もうね、これ1回使っちゃうと普通の、まあ、これ普通のインソールですね、はい、これだとね、もう中で足動いちゃうし、常にこう不安定な中でスノーボードを操作してる感覚、うん、だこれだと本当にピタッて常についてる、隙間がない、はい、なんでダイレクトに足裏がもう、まったらにインソールだと自分が滑っちゃうから、滑んなくするようにその時点でもうニュートラルな時点で力入ってると思う。そうそうそう、だけど自分の足型だったらポコッとはまれば別にそこのところ動くね、楽に立ってないじゃないですか。そこからエッジ踏むから、0からエッジを踏む80の力が、これね、70の差があるんだけど、普段何もないとこうやって踏ん張ってれば40ぐらいの力ってやってて、そこから80だと40ぐらいしか差が出ないから、そうするとエッジングなんかもこれ楽になる。反応がちゃんと伝わるっていうのだな。ただそれが自然になっちゃうじゃん。あ、なるほどね。そう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 。当たり前っていうかさ、うん、それの状態が常に、ニュートラルの状態が当たり前になるんで、その感覚は多分分かんなくなっちゃう。なるほどね。だけどこれとこれを例えば右と左でやったら、その差は歴然に分かるっていう、ね、そのぐらい違う。だけどそのぐらい自然になものになっちゃう。だからもう本当にもうインソールっていろんな作り方があって、それぞれでいいと思うんですよ。ただそのやっぱり自分の場合はやっぱり山のプロの連中が使ってて、それがいいっていうのは、山のプロの連中って基本的に感覚で攻めるから、その感覚を僕の方が翻訳してお客さんにそれを伝授していくっていうのが僕自身の仕事だと思うんですよ。だからまあこういったもしインソールがもし作りたいっていうことであれば相談してもらえれば僕の方も作れるし、ただ作り方がちょっと一般的なインソールとっていわゆるマニュアルとちょっと違ってくるんで、そこら辺は考えてもらって、ただやっぱりその実際に使ってる子たちがいいっていうインソールはやっぱりそれはね否定できないと思うんですよ。ということで今日はこのインソールについて話しましたね。インソールこれやっぱりね、入れるというのはやっぱ違いますよね。違います。でこれであの先シーズンフルで使ってるやつだけど、うん、また今シーズンもこのまんま使うっていうね、なんか結構コスパもいいってこと、コスパいいです、うん、だからまあね、足で悩んでる人って言ったら本当に整形ブーツって
すごい不思議なんですよ。成形ブーツって全部自分の足通るから成形ブーツやるんですよ。で、本当にもう、本当にもうシンプルなクエスチョンで、成形ブーツ全部自分の足通るのに、なんだ足の裏は成形しないっていうか、自分の足型取んないのかなと思っちゃうんだけど、そこで考えるとこれってすごく道理なんですよ。ということで、今日は、ね、実際に使ってる人が話してくれたこの成形インソールについてです、ね。皆さんもよかったら考えてください。よろしくお願いします。お願いします。